コンフロスト。コンフロストって知ってる？コーンフレークを牛乳にかけて食べるじゃん。ああ、知ってる。牛乳をね、そっちにかけて食べるじゃん。あるあるある。それを作ります。でもこれが軍人も結構好きな食べ物で、好きだと言ってもレベルが低いと、今4つなんじゃないですか、線がね。うん、1つだと食えねえんだよ。これ4つだから食べれるやつ、1つだとダメ。先輩が OK してくれないと。これよろぶあらよ、コンパン、コンパン、あ、これコンパン、日本語カンパン。あ、カンパンなんだこれ。まだ開けちゃダメ。開けたい。作り方が別にあって、牛乳が何であるかというと、そのためです。そしてこれが何で、いやこれおかしいでしょジムにはあるよ、ここには。コーンフレークを作るのになんでこれがあるの？おっさよ、おっさよじゃあいきます。じゃあちょっと中一回見せる。あ、これ日本の乾パンじゃん。いや、これ美味しいよ。弱いよ。一緒？うん、一緒。この中にこれが入ってますよ。何？バルサッタン。何？乾燥剤？これは飴です。いらないじゃん、だって。名前は星飴。日本にはあるじゃん。ピョルサッタン。あるね、日本にも。それです。だってこれ、いやちょっとちゃかま、これとこれは関係ない。全然関係ないと思う。これは訓練、例えばすごくもう100キロ歩いてきました、まあ50キロ歩いてきましたいやいや、それじゃねえか。ドラマで見たことあるからでも小さめだ。それこれ訓練の時にこれ完食でくれたりします。普段あんまりもらえないんですけど、特別な時にもらえるんだ、だからこれもらっといてキープしとくんだ。そのまま食べないで、違う、ほらあるやん、3時のおやつにやるのか。だからその状況が分からんのよ俺今、どういう時なん今。例えばだよ、一番下の人は食べれないじゃん、言ったね。大体警戒勤務出る時に、一番上と一番下が一緒に出るの。その下、その上、その下、その上、そのコンビネーションで出るんですけど、一番上の人ってもう出るからどうでもいいじゃん。ああ、そういうことね。だからちょっとやらせてあげたい気持ちになるのよ。なるほど。その時にこれ持っていくってことね。でも自分がまあ上の人ってたまにこれ持ってるから食べないから、上の人はもう慣れちゃって、こんなの食べないよ。食べねえよバカって。で1時間半勤務して、2時間勤務か1時間半勤務やって、昼間に入ってくると誰もいないの、部屋に2人だけなの。私はまあそういうふうにしてました。これ食べたいのって後輩に、みんな食べてるけど、食べるの見ただけで食べれなかったじゃん。だから「いいよおいで」家族だ作ってあげるから。牛乳も毎日1個もらえるけど、牛乳がないと作れないじゃん。そうだよ。だから取っとくの先輩って。なるほど。やってみてください。穴開かないよ。どんぐらいやっていいのこれ？これ結構粉々よこれ。もうちょっとしてもいいよ。ここ行ったらもっと美味しいよ。いや結構いったよこれ。よく考えたと思うよこれ。みんななんか暇なんだよ違う、楽しくないから。楽しいこと考えて、やっぱなんか美味しいもの食べたいなとか、いやめっちゃ気になるこれ。だからちょっとワクワクしてる。次はこれをだから調味料として入れます。でもただ入れちゃダメなんだよ。ああなんかやってるよあの軍人さんこれ粉になったんじゃないですか。なったよ。甘いじゃん。甘いよ、めっちゃ甘い。これを辛い入れます。全部？うん、やばいって。これ甘いって。ああ、いったよ全部。これちょっとだけもらって。そうですか。量がこのぐらいがちょうどいいかもね。ちょっと浸るぐらい。うん、わかるかなこの。ああ、難しいなこれ。これ飲めばいいじゃん。計算があるんだ。あのね、ちょっと乾パン多めぐらいね。まあ人によって違うんですよね。いいじゃん、オープン式でいいじゃん。ね、ちょっと混ぜる。ちょっと吸収させた方がいい。今柔らかい。コーンフレークと一緒。入れた途端だと硬いじゃん。硬いね。ちょっとしなっとなる。やっぱ美味しいものはちょっと熟成させるんですよ。今日うるさいね、今日ね。このおじさん、この味しい。これ。ちょっと牛乳少ないかもね。少ないよねこれ。すげえ吸ってるもん。いや、あー、いや行き過ぎじゃんこれ。どう言っていい？これ正直言うよ、めっちゃうまい。面白いでしょこれ。やばい。ちょっと待って、これやばい。なんで？なんかね、初めて食べるのに懐かしい。こういうのね、これ軍隊の味っぽいわ。乾パンだけだとここまで甘さ出ないんですけど、調味料としてこの干し飴入れるからもっと甘みが深くなるんですよ。しかも甘みがうまみなのよ。そうね。ああ、うんじむってなんでこれがもっと美味しいかというと、甘いものなかなか手に入らないんですよ。支給されるのって甘いものないんだよ、あんまり。チョコとかあんまりないから、うん、買いに行けないし、差し入れとかでもないの。その差し入れはあるんですけども、うん、下のレベルって部屋で食べれないじゃん、そんな。だから例えばもらってもトイレで食べてるんですよ。こっそりトイレ持って行って、うわみんなの前で今は多分変わってると思うんですけど、私はそうでしたね。これはねちょっとびっくりするぐらいうまかった、うん、だからこれを食べると結構すげえ甘く感じるんですよ、中で。甘い。俺だって普段食べないから、うん、辛いものに合うで。合うね。結構優しい味じゃんこれね。これみんな真似すると思うわ。だって味わかんないもん多分。なんだろう、一回試したみたいな。日本の乾パンってこの干し飴入ってないんじゃないですか。入るやん。うん。俺入れたら多分売れるかもね。作り方ちゃんとつけてすると。うん、なんかね、不思議。不思議だけどめっちゃうまいのよ。なんか。これ砂糖、だから砂糖のチョイスが難しいかも。これだから今あっても、何の砂糖入れるかによって。そうだね。これなければ砂糖少しだけ入れればいい。少しでいいと思う。うん、いいアイデア言ったじゃん。日本の皆さんは砂糖ないんだったらこれこしあめないんだったら砂糖ちょっと入れて食べてもありですよね。黒砂糖でもいいし、蜂蜜でもいいし。あ、これ蜂蜜絶対合うわ。うん、これ蜂蜜、なんかの味に似てると思ったら蜂蜜だ。これこういうの食べさせてくれる先輩はもう最高なんですよ。もう命の恩人だね。マジで。だって我慢して我慢して、うん、先輩が「いやこれ今結構これだけでも力いっちゃったじゃない」。軍隊だと何とするか分かる？分かった。正解はヘルメット。ブロックには硬いしね。中でやってもいいし、中の裏で。ああ、そっか。うん、いやでもヘルメットがいいわ。ヘルメットがちょっと想像できた今。優しいよヘルメットの。銃だとちょっと強すぎるよ、なんか重みが多分。ということで、でも美味しかったです。これはだ全部食べたもん。これ日本で買える？いやこれは買えないと思います。